皆さんこんにちは、ハローズキッチンです。健康食材として注目されるキノコを使った体に良い料理を紹介していきたいと思います。なんで体に良いんですか？はい、菌が入ってきますよね、体の中に。誰でも入ります。そんな時に大事なのは体の免疫力ですよね。で、免疫力を支えているのは腸です。腸内環境、これがベストな状態にあるとどんな菌でも跳ね返してくれます。その腸内環境を整えるためには2つポイントがありますよね。1つは食物繊維をきちんと摂ること、もう1つは発酵食品を摂ることだと僕は思ってます。その食物繊維を低カロリーで味もよく食感もよく摂れるキノコ、初心者でも簡単にできる美味しいキノコ料理をご紹介したいと思います。今回も私の作った料理を一緒に食べていただけるゲストの方をお招きしています。今回のゲストは桐原あゆさんです。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。法政大学に通っている、インテリギャルで売り出し中です、桐原あゆです。お願いします。インテリですよ皆さん。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。あれ、コロナで授業がなかったりしました？リモートになりましたね。大変でしたね、はい、本来だったら大学生になると、はい、たくさん友達ができて冬なんかみんなで鍋をやったりするんだけど、はい、そういう機会はなかったですか？ないです。友達も作れなくて大変ですよ、本当、はい、僕らの、何年前だっけな約50年前の大学生からすると友達ができるのが楽しくて大学生活してたからね、はいはい、勉強全くしないやつばっかりでした、私の周り私もそうでしたけどコロナ明けになったら桐原さんが友達を 7,8 人まず呼んで、はい、鍋料理をしていただく。その鍋料理の一発目、はい、これをやっていただけるように私が美味しいのを作っていきましょう。今日はこの寒い季節にぴったりのエリンギのしゃぶしゃぶを作ります。それでは材料をご紹介します。エリンギ 200g、 豚バラ肉 200g、 白菜1/8分の1カット、長ネギ1本、醤油大さじ5杯、みりん大さじ5杯。きのこのカロリーは 100g で約20キロカロリー、低カロリーですよね。なのにビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富に含まれていますから、ダイエット中の方にもおすすめの食材です。ハローズキッチン。それでは調理していきますね、はい。このハローズキッチンはですね、素早く調理するっていうのはこれ素早く調理をするっていうのがですね、これ売りなんですよ。こんなに細分化していいのかなあ、でもめっちゃ薄い薄くないとほらしゃぶしゃぶの時にね硬くてできないじゃないですか。いい、美味しそう先生、薄切り苦手ですか？薄切り苦手っすこれめっちゃ難しいじゃないですか こんな薄くてちっちゃいやつダメか。え、逆って何？こう？なんで？そうだねそういう気がする綺麗です、綺麗です。白菜はですね、ざく切りにしますね。ざく切りっつったってね、どのくらい、このくらいでいいかな、このくらい。これとにかく早くできる、早くできるっていうのが売りですからね。これあまりゆっくりやってても怒られちゃいますよね。ネギは斜め切りだからこんな感じ。斜めってどんくらいの大きさなんだろうな。でもネギなんてすぐしなっとなるもんね。はい、ネギ美味しいですね。はい、この鍋に水を1リットル入れました。はい、でここにエリンギと、それからエリンギを入れちゃいますね。醤油とみりんを入れちゃいます。弱火ですよ、弱くですよね。これだ、
弱火でエリンギの旨味が出てくるまで煮ます。はい。でもいつ出てくるんだって話ですよ。これ経験でわかるんですよね。僕には経験がないからわかりません。エリンギの旨味成分がグアニル酸、はいはい、グアニル酸はこの弱火で煮るのがコツなんですよね。60度から70度ぐらいの弱火でゆっくり煮るとその旨味成分のグアニル酸がわーっとこう出てくると、そういう仕掛けになってます。これで火が通ったら完成です。なるほど、これ食感がいいな。お肉みたいですね。ね。はい。これ美味しい。お肉より美味しいかも。これダイエット中でお肉食べることに罪悪感のある人はいいですね。いいですね。あっさりしたものをこういただきたい時にぴったりだな。ぴったりですね。ね。めっちゃヘルシーだし。ヘルシーだしね。しかもしゃぶしゃぶ女子みんな大好きですから。じゃあ女子会で。女子会で。女子会で。エリンギ女子会。エリンギ女子会。あ、流行るかも。エリンギしゃぶしゃぶ女子会をやってください。はい、美味しいきのこ料理をいただいたところで、はい、先生に相談があるんですけどいいですか。あ、いいですよ。はい。私起業をしたいと思ってるんですけど。起業ね。はい、はい、なんか先生が、うん、その弁護士やられる前に、うん、なんか塾を開いてたっていうのを拝見して、はいはい、起業した際に気をつけた方がいいこととか、うん、なるほど、アドバイスとかあればいただきたいな。なるほど、はい、塾をしたのは短い時間で生活費を稼いで残った時間で勉強するにはどうしたらいいかなって思ってやったんですね。だからジラさんがおっしゃる起業とはちょっと違ってね、受験生でいる間にご飯が食べられるだけのお金が稼げればいいやっていう、そういうやつだったんであまり参考にはならないかもしれないですけど、その後その僕があの弁護士になっていろんな会社を見てるんで、そこで自分が経験したことからするとね、弁護士って仕事からねいろんな会社を見てきてるんですよ。いろんな経営者の方見ていると、成功した経営者の方の中のパターンとして全能感っていうか、成功すると自分は何でもできるんだって感じになる人が多いんです。確かにその人は能力があるから成功してるんだけども、でも実は部下に優秀な人がたくさんいるとか、それをサポートしてる人がいるので成功してるんですよ。でもそのことを理解しないで俺は何でもできるって感じになる人、そういう経営者の人が時々いて、これはあの大失敗するケースがあるんですね。そこは気をつけた方がいいと思います。で逆に言うと、自分は一生懸命やるんだけどそれ以上に人の能力を生かすっていうこと、自分の周りにいるスタッフとか従業員の人とかあの能力を生かすっていうことをいつも考える、それが僕は経営者のやるべきことだと思うんですよね、はい、自分も一生懸命やる、でもそれだけじゃダメと、人にその自分の能力を 100% 生かしてもらうっていうのが経営者の仕事だと思うんですよ、はい、ってことはまず経営のビジョンを示すってことですよね。自分はこういう会社を作りたいんだ、ユーザーの人とか世界の人とか世間の人たちにこういうそのサービスを提供したいんだ、そのためには自分たちはこういう気持ちでやるんだっていうビジョンをいつも示していくことですね。普通はですよ、会社に勤める人ってのは給料をもらうために勤めるじゃないですか。だから会社のビジョンなんか関係ねえよって感じになっちゃうんですよ。でもそれじゃあこの会社は良くならないんですよね。トップがいつもビジョンを示し続けていると周りの社員の人たちもあそんなもんかなと、じゃあそれ頑張ってみようかな、なんかそれに共感したら俺も頑張るぞみたいな感じになるじゃないですか。でそうなって初めて組織の力が上がるんですよね。でそれがまず一つ大事だと思ってるのと、もう一つは専門家の意見はよく聞く。時々経営者としておられるのは、例えば私は法律の専門家じゃないですか、一応ね弁護士の立場で会社の経営者の人にアドバイスするでしょ。自分に都合のいいことしか聞かないっていうような経営者結構多いんですよ。
でもそれだと大失敗するんですよね、はい、弁護士に限らず税理士さん、社会保険労務士さん、いろんな専門職の人がいます。もちろんお医者さんもいますよね。さまざまな分野の専門家の人の言うことを聞いてそれを生かす、鵜呑みにすればいいっていう意味じゃないんだけど、それを生かそうっていう発想が大事だなって思ってます、はい、いろんな起業家の方々見てるとね。でそれが上手な人って本当にうまく使いますよ、うん、それがいい経営者じゃないかなって今のところ僕は思ってます、はい、もし参考になれば、はい、ありがとうございます。いやいや、ハローズキッチン第3回のハローズキッチン、いかがでしたでしょうか。エリンギをしゃぶしゃぶなんて新鮮で楽しかったです。新鮮でしたよね。新鮮でした。ぜひ流行らせたいですね。これ流行らせたいですね、はい、流行らせたいです。ありがとうございましたありがとうございます。それではまた次回をお楽しみに。